どんだけどんなこと練習しても今から強くなることって絶対ないと思うんですよ。得意技は何ですか。これっていうものがないのが売りなんですよ、はい、現チャンピオンの鈴木選手、はい、とタイトルマッチでやることになりました。今41歳じゃないですか、はい、でまあ分からないんですけど、格闘家としては結構大体野球界は30前後が一番いいって言われて、うん、格闘家っていうのは年齢的にいつぐらいが一番いいとされて、僕は体的に一番いいのは20後半で、20後半でやっぱそこから格闘技と僕らの MMA っていうのは経験値がどうしてもプラスになることがすごく大きいんですよ、うん、確かに試合を重ねることによって怪我したりとか調子悪い時に、あこういうことやったからこう次こうしましょうこうしましょうみたいな、ダメだったところが生かされる時期が30代だと思ってるんですよ。30代だから30半ばぐらいがピークだと思ってます。35ぐらいとかですかね。今41って言ったらもうそれを超えてるわけじゃない。とっくに超えてると思う。そこでまだ現役でいられるための秘訣とか、あと日常の何を気をつけてるとか何かありますか。なんか僕こんなもん食ってるとか、なんか僕逆に20代とか30代の時はすっごい私生活をちゃんとしてたんですよ。例えば添加物を食べないとか、うんうん、もうそもそも外食をしないとか結構気使ってやってたんですけども、逆に40代になってもうストレスフリーにしたんですよ。食べたい時に食べるもん、お酒も飲むようになったし、そうすると逆にストレスがなくなったんで、なんか体が調子がいいんですよ。逆になんか今までは結構それがストレスになってしまった部分が多かったですね、うんうん、みんなが遊びに行っても飲みに行けないとか、うん、減量があるからとかいろいろあったり、それもいろいろ言い訳してたんですけども、うん、冷たいものを飲まないようにするとか、結構外で行くものに対してストレスがすごく溜まったんですけど、今それなくしてからストレスがなくなったので、うん、体的には良くないと思いますけど、まあでも20年間の貯金があるから、まあ、その体のストレスというかその精神的な部分でのストレスが全くなくなったので、はあ、今めちゃくちゃ楽しいです、はあ、めちゃくちゃ楽しいです。いいですね、はい。最初は若い頃ってこうなってチャンピオンになっていこうっていろんなものがあって、それをある程度自分が達成して最後に、まあ申し訳ないけど現役のもう最終章に近いと一回引退されてるわけで、そこで楽しみながらできるって素晴らしいですね。貯金というか、なんかもうどんだけ僕ずっと言ってるんですけど、どんだけどんなことを練習しても今から強くなることって絶対ないと思うんですよ。現状維持しかないね。現状維持をもう現状維持を保つための練習だと思ってるんですよ。まあそうですね。だからだったら逆ストレスなく楽しんで格闘技残りの人生を楽しもうっていう風にシフトチェンジできたのは、マインド的にはいい方向に転がったと思ってます。だから負けても勝っても人生変わらないと思ってるんです僕は。だから試合に負けても、まあもちろん悔しいし寂しい思いさせることも失うものもたくさんあるかもしれないですけども、自分の中では何も変わらないと思ってるので、そのなんか試合に向けての覚悟っていう部分でもそんなに薄れたかなっていうか、乗れなくなってきた自分自身に、それがいい方向に転がってると思ってます。右往左往しないっていうことはね、そうです、勝ち負けでね、もうだからその負けてもいいやっていうふうな気持ちではなくて、戦うんだけど結果を受け入れるっていう、うん、もうやっぱそれ絶対経験ですよ、はい、それは20代とか30代とか、まあそういう人もね、20代でも立派な人はいるかもしれないけど、うん、でもやっぱり年齢っていうか経験っていうのが、うん、そういう風な気持ちになるんでしょうね。そうですね、その思い詰めないようにしたりとか、うんうん、そうですね。だから本当に今がめちゃくちゃ楽しいです、格闘技してて、うん、裏番長って言われてるって聞いたことは、そうですね、裏番長どういう意味ですか。なんかやっぱ表に何ていうんですか、やっぱ強いけども、さっきのその SNS じゃないですけど、はいはいはい、数字持ってる人たちみたいに注目されるわけじゃないけども、うん、まあ強いよねみたいな感じの裏番長みたいな。本物じゃないですか。そうそう、いや表の番長より裏番長の方が強いですよ。そうそう、なんでまあ僕本物、こっち本物だから。そうそう、だから僕がこう、まあ、復帰してから強いやつらをどん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 倒すことによって、うん、裏番長みたいな、表じゃなかったやつが、うん、まあ、メインどころじゃなかったやつがどんどん出てきてみたいな、うん、ストーリーが今できてきて、うん、ああいいじゃないですか、はい、本物だもん。中年の星です、はい。でもそれ若い時から、25ぐらいの時から。あ、20、最近その僕がその30後半でライジンに戻ってきた時に言われたセリフです、うん、ああ、はい、ライジンね、2020年からライジンに、去年の9月にフェザー級王者のクレベル小池、はい、そうです、さんを破った、絶対的王者と言われて、絶対的王者、はい、うん、を、まあ、倒したことで、まあ、自分の次のタイトルマッチの
コンテナーで選ばれることになりまして、うんうん、あとライジンで現チャンピオンの鈴木選手、はい、とタイトルマッチでやることになりました。有明で、有明アリーナで、はい、ぜひ絶対見に行きたいですね。小崎さんも時間ありましたら、ぜひよろしくお願いします。作っていきます。有明歩いていけるから。本当ですか、はい、お願いします。多分5時間ぐらいあったんですか今更ですけど、得意技は何ですか、決め技。僕自分のこれ売りなんですけども、うん、これっていうものがないのが売りなんですよ。あ、じゃあ全部できる。そうなんですよ、全部が得意技が何ですかって言われた時に自分あんまパッと出てこないんですよ、うん。え、でもパンチとかキックとか締めとかあるじゃないですか。いや全部バランスよくできちゃうので、売りがないことが売りにしてるんですよ売りがないことは売りですよ絶対。成績的にオール4とか、うん、そんな感じで。オール4いいじゃないですか、優等生。言い過ぎすぎました、嘘です、嘘です。3にしてくださいいや2じゃダメだけど、2じゃダメです。4だったら、いや3はダメです。3はもう普通、3はちゃんとじゃあ4にしてください、うん、4にしてください。全部できる、全部できる自信あります。なんか例えばキックボックス、打撃がめちゃくちゃ強い人と打撃やったら勝てないんですけども、うん、MMA であったらその人に打撃で勝つ自信があります、うんうんうん。逆に寝技も、寝技だけであったら絶対勝って、クレベル小池この間試合した選手もそうなんですけど、うんうん、寝技と寝技で勝負したら絶対勝てないんですけども、寝技が強いんだ。寝技がすごい強いんですよ、うん。でも MMA の寝技になったら僕が勝てる自信あります。その引き出しの仕方というか戦い方、それはでもいいですね。それはある意味ずるいですね。そうです、これはこっちで、これはこっちで、特化控え、いろんな引き出しがあって、ね、カードをさ、たくさん勝負するカードを持ってて、これしかなかったら他でやられちゃうもんね。そうです、これで自分の強いやつが来たら勝てないもん、ね、はい。じゃんけんポンみたいな、そういうことか。じゃんけんをしないようにして。俺野球だけしかできねえからダメなんだそんなことないです。いろんなことが指導もされてる。いやいや、いろんなことができたらいいんだ。スキーもサーフィンもいろんなものができたらもっと楽しいんだ多分。そういう大きいジャンルで言うのは僕も格闘技しかできないですよそれはあの総講師じゃないですけども、その話になってくる。それスキーだったりも、それは僕もできないですし。間違いない、あ、間違いない、間違いない。そこはジャンルが大きすぎました。確かに確かに。でもさ、昔さ、狭く深くよりも広く浅くの方が人生楽しいよとかいうやつがいて、はいはい、いろんなことができた方が、はい、いいよみたいな。確かにそうだなと思ったわけだけど、まあ狭く深くを選んだから他できなくてもしょうがない、ね。あ、でも今ゴルフやられたり。いやいや、ゴルフはやってるだけで下手くそやからいやでもいいじゃないですか、そういう楽しみことが。いやだって野球はできないでしょ、もう。だってもう全然やられてないですか。もうできないです、危ないですよ。怪我しない、怪我する、怪我します、うん。それこそえと思われたら、えだって最近街歩いてても追い越すことないんだよ、みんなに抜いていかれるんだよ歩いてるんですか。お前のお姉ちゃんにみんな抜いていかれるんだよ昔は車運転してもさ、歩いてもさ、あんまり抜かれることなかったのに、今もみんなバン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 抜くことなんかほぼほぼない。車運転してて街歩いててもおばちゃんが俺の前歩いてる現役今41歳、桜庭選手がさっき、金谷さんのチャンネルやったら桜さん55歳で、いくつか、はい、54ですね、はい。だから桜尾さんの年齢までやるってからあと14年やるって言ってないですいやいや言ったじゃん、だって俺は2番は嫌だって桜尾さん好きだから桜尾さん超えるって言って、はい、そうです、あ、そうです、はい、まあ超えられないですけども超えてみたいです。あ、でも超えないとこで行けばいいじゃん。超えたらいけないから、憧れたから桜尾さんが56までやったら55でいいじゃん、やめればいいじゃん55で、はい、でも一回引退しようとしたよくさ、一回引退宣言してまた復帰する選手って結構、はい、います、いるじゃん、はい。まあ、当たり前だけど強い人に限りね、はい、弱い人はそんな引退したらずっと引退しちゃうけど、はい、強い人って一回引退したら引退撤回っていうの結構あるじゃん、はい。そっからあんまり長くやらないよみんな。でもすごいですね、一回だけとかすごいですね。3年もうやってるでしょ。そうですね、そっからそうですね、復帰してから、うん、もうすぐ3年です、はい、うん。すごいね、あと15年かいやでも格闘技50超えたら危ないよ。無理です、もうゴルフかなんかしよう、はい、今度ゴルフでお願いしますでもさ、でも下手したら21違うんですよ、はい、ね、もう親子じゃん、はい。で金原選手も20歳ぐらい下の人と同じ土俵に立ってるんでしょ。次の鈴木選手なんて21とかなんで20ぐらい、親子じゃん、はい、親子じゃん、はい、Z 世代じゃんやっぱり、はい、すげえなー、親子で対決するってね、すごいですね、すごいですね、じゃないですか、僕はすごいですよすごいですね。でも
まあ、結局リングに上がれば年も年齢も何も関係ない、もう同じものつけて同じルールでやるので、やっぱでもさっき言われたけど経験は絶対大事、はい、経験値は、経験値はもう僕は本当に、うん、やっぱり、うん、USC 行ったりとか海外でもうトレーニングしたり海外で試合したりとかそういう経験は自信になることはすごく多いので、20年多く生きてるっていうことはものすごくでかいことだと思う、はい、20年多く生きて5月6日に有明へ立つ、はい、20年の時を経て、すっげーなこれドラマとか絶対見に行くな、お願いします。今はあの選手をやりながらジムを経営されているって。そうです、はい、ジムってどういう感じなんですか。格闘技のジムとその格闘技フィットネスみたいなのを売りにしてるジムで、あ、フィットネスね、はい、うん、2つやられてやってるんですけども、そのやっぱ選手、プロを目指してる選手を指導したり、ちょっと腹の出たおばちゃんとかをダイエット的なもん、はい、おばちゃんを指導したり、いろいろ、おじちゃんも指導してくれる、ぜひいらしてくださいやりましょうよ、いや YouTube で今度、YouTube で今度、はい、ぜひ岡田さんは命がけでキックボクシングやりましょう、命がけでやります。竹原さんにもジムに撮影して来いって言われたけど、ちょっとデーブは入ってますよって言われて、みたいな、ボクシング殴られるの嫌だな。でも格闘技だったら殴られることはないでしょ、こうなんかこう技を、まあ、殴りもしますけど、はい、締めたりとか、締めんの、締めたり、あの、はい、いろいろ、古傷があるからこう関節決められるとパキッていったらもう半年くらい、首なら大丈夫です。いや首もちょっと曲がってるんですよ俺第三頸椎がちょっとこっちに飛び出してるからちょっとこうなってて、はい、頭もこっちが絶壁なんですよ、右側が、はい、6月前なんですけど12月まで半年間ずっと親に寝かされてて、はい、こっち絶壁なんです。だからヘルメットかぶるとこうなるんですよ、ヘルメットが、でこっち第三頸椎飛び出してこっち曲がってでしょ、こう曲がってヘルメットこうなるから、あいついつも発生かないと思うあ、だから発生なんですか、言われてたのよく。そうなんですか。これね、肉体的欠陥なの。あ、だこれ首絞められたら俺もね、こう頸椎がいかれるからやばい。あ、そうなんですね。技を教えてくれるだけでこうやったほうがいいです、はい、もうそれでももう本当楽しかったです。もう僕最初格闘技の人怖いな、怖いんじゃないかな、俺もう何しようかなと思っててどうしようかなと思ったけど、本当今日一番楽しかった。あ、本当ですか、ありがとうございます。またあの、ぜひちょっと試合ももうぜひ見に行きますし、あ、もうベルト巻いたらぜひまた、いや、いやもう、もうベルト巻いたらもうまた来てもらえますか。もちろん、ギャラ払えない、払えないあれジムでやりましょうジムで行きます、はい、ジャージ着て行きます、はい、お願いします、トレーニングしましょう、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。